ということで、沈黙会談の記者会見を行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。Well, I'm very, very pleased to be here、and to be with my cast again, my actors, and、to be able to have a chance to talk a little about、a movie that has、been an obsession of mine for over 27 years.はじめに話をいただいたというかオーディションだったんですけれども、この役決まったというふうに言われた時はもうまさに狐につままれるというか本当にドッキリなんじゃないかなっていうふうに思ってまして、撮影も終えて今今日ここに来てやっとあ本当の現実なのかもなっていう感じになってまいりました。オーディションやってる時に監督に初めて出会ったんですけど、その時にとっても面白かったんですね。本当にそれはもう一つの作品撮るぐらいにその一日のオーディションっていう時間が面白くて、でその時に何がこんなに面白かったのかなと思ったら、やっぱりなんかお互いにこう心で感じるような瞬間があったような僕は気がしたんですね。でそれはもう撮影の間もずっとそうでしたし、監督が何かこう僕らから溢れる何かこう心から出る何かそういう瞬間を常に待ってくれてたように思いましたし、それをやっぱり長い時間一緒に共有できたっていうのは本当に僕にとってはとても大きな宝になってます。50年の長い間この小説が読み継がれてきた理由についてお二人が思うことがあればお聞かせください。恥ずかしながらですね、僕はこの作品の話をもらうまで遠藤周作さんのこともこの作品のことも存じてなかったです。で、改めてこの作品をやることになってから原作を読んで、で撮影に臨んで今に至るんですけれど、僕が今監督もおっしゃってくれたように吉次郎っていう役が本当に普通のみんなの代表というか、笑って泣いて怒って拗ねてみて裏切ってみたり信じてみたり、なんかすごく人間臭い役でいろんな感情をこう表現する役をやると本当に楽しかったなというふうには思うんですけど、何かそういうこともひっくるめて監督のスタンスであったり遠藤周作さんという人の書いた作品のスタンスもそうだと思うんですけど、信頼してくれてるような気がするんですよ。すごく人というか人間を僕らを読み手を信じるっていうことをすごくしてる作家さんなのかなと思って、何か答えを押し付けてくるわけでもなく何か問いかけてくれる、美しく見える汚く見える強く見える弱く見える君にはどう見えるっていうような、俺にはこう見えるけど君にはそう見えないかもしれないけどっていうようなことまで、何か懐の深い作品だなというふうに思えたので、その中でその作品を象徴するようなというか人の弱さを象徴するような役をやらせてもらえて本当に光栄です。